浮代工務店っていうのがね、一応28年に親父が創業して、まあやってたんだけども、やっぱり儲かってないんですよね。で、まあ昭和45年に帰ってきた時は、すっ飛んでもおかしくない会社だったんですよ。でまあみんな社員が、本当に10何人だったと思うんだけども、一生懸命結局、頑張ってもね、なかなかやっぱり結局、経営の構造っていうのはね、なかなか簡単に変えられない。親父と話をしながら、まあ、やりかえて、大抵を作っていったんだけども、まあ、4年から5年かかりましたかね、年間、まあ大体20億ぐらいの大抵まで売り上げをね、伸ばして、まあ、脱請負じゃないですけども、まあ、受注産業から見込み産業っていう形のね、大抵に切り替えてる。で、まあ、切り替えていくときも大変なんですよね。実際に野球、社員そのものがね、今まで建築しか したことがない人間が、分譲マンションを、例えば注文マンションということで作っていくとかね、売っていくなんていうことは結局体質的にないんですよ。やっぱり今までいた人たちっていうか、先輩ですから、あもう今度は若いやつに対してなんでこんなことせなきゃいけんのかっていうもんですよね。だけどやっぱりどこかで、その、部門、場所も変えてとか、教育を しながらとかって、体制作っていって、まあ、おかげで儲かる体制ができたんですよね。まあ、その当時、割合言ったのが、やっぱり、儲かるのも大変やけども、まあ、儲かった、それをね、生かして使っていくっていうのはね、もっと大変だぜっていう話をうちの親父よくしてまして、まあ、企業ですから、儲からなきゃいろんなことできませんけどね。儲かるだけではやっぱりダメだっていうことをずっと親父言ってたんですけどね。だいたい28の時にもう実質無借金の状態で、で、親父がもう、お前に任せるから好きなんですよって言うんでね、実に渡してくれて、で、それで浮所興産って会社を作って、で、まあ、分譲マンション始めたり、オーナーズマンション始めたりっていうのは、その後にね、ずっと、まあ、不動産絡みの展開に。していくようになるんですけどね。もう3年かかるプロジェクトだったんですよね。土地を買って結局31億 のプロジェクトで、まあ、お客さんにも買っていただく契約をしてたんですよね。で引き渡するもう一月前にリーマンショックで契約破棄になって、でまあ突然失しそうな状態だったんですが。で、まあ、それはなんとかクリアをしたんですけども、今度はその、要するに建築部で受注がない。分譲マンションを作ろうとしても結局、ダンピング してしか植えてない。それから、オーナーズマンションを作っても結局、もう当然結局資金が出てきませんから、買い手がない。建て売りやっても結局、やっぱりこの前やったやつも、基本的には結局ダンピングしないと売れない。もう商売にならない。状態ですよね。だから建築がそうですし、不動産がそうですし、まあ80兆が結局、10年前80兆だったのが、結局、今年だいたい40兆だって言われてるんですよね。もう半分ですよ。じゃあ、商売をね、今までと同じような形ってできないですよね。もう介護も結局、その介護保険の枠の中でやっていったときに、飯は食えるけど結局儲からないと。で、やっぱりこんな365日24時間体制ですから、やっぱりいろんな問題がいっぱい起こってる。で、まあ、働いてる人たちのやっぱり質の問題もあるんですよね。常に人が足りないから、結局そのどんな状態になるかっていうと、教育ができないんです。やかましく言ったら結局もうすぐ辞めちゃうっていうね。全国これも同じような現象が起こってるんです。でじゃあそんな中で結局もこんなことやってって商売にならんじゃないかと。これだけ苦労するんだったらもっと他に商売あるんじゃないかなってことも考えたりするようなものなんですよね。はい。だからまあそんな中で結局まあ2ヶ月ぐらいね、悶々として、まあ結構まあ今まで結構人がやらんようなことを結構やってきてましたんで、まあ建築のこの部門と、この部門とね、不動産のこの部門と、介護のこの部分と結局組み合わせていくことでね、やっぱり儲かる仕組みがやっと出来上がったんですよ。
今八幡の方で実例を作って、その体制を結局組んで、まあある程度基本的なものの考え方やり方が出来上がって、一つのプロジェクトで例えばまあ大体利益がなんか20億ぐらいの受注と同じだけの収益の確保ができるわけですから、それぞれの部門ごとのあれから言ったらみんな儲からない業界だし、儲かる形の状態って作っていけないんだけども、この三つの結局それぞれの部門を取り入れることによって結局なんでこんなに儲かるのっていうのをかめてなっていただいた方にはね、まあその真髄の部分をね話をして、やっぱりびっくりするんですよ。その真髄の部門の話をしたときに。介護難民の人たちを、まあ、250の加盟店ができて、っていう形でね、2棟ずつ割りしたらですね、15万人の人たちには向こう5年間で、入っていただくことができるんですよね。で、それから結局、まあ、雇用が大体8万人ぐらいに働いていただく人がね。だけどまあ、言うのは簡単です。やるのは大変ですから。まあそこで結局、今の介護の現場がね、やっぱり給料が安い、仕事がきつい、今、そんな大変な状態の中でね、やっぱり会社が儲かって給料を上げていける体制づくりをね、まあ一緒になってやっていって、で、やっぱりそれが結局今度は、個人消費につながるわけですから、景気も良くなるっていうかね。当然結局今社会が抱えている問題で、まあ、特養に入れない42万人の人たちのうちの15万人ぐらいはね、なんとか、250の仲間を作って、そういうことができないかっていうんで、思いよるんですけどね。いや、基本的には一緒に生き残っていきましょうっていうのがもう前提ですよ。私自身が自然死しそうな状態がね、結局去年あって、まあ突然死がその前に、しそうな状態があって。だけど今やっぱり結局、あれだと思うんですよ。生き残っていくためにどうすればいいかっていうことを、ね、やっぱり悶々としてるわけですから、じゃあ、私なりに例えばあれしたことをね、まあ、一緒になってやることでね、生き残りはできると。間違いなく。じゃあ、それから先の結局体制をどうやってあれするかっていうのは、もうその次の問題でね。やっぱり、これから先、例えば、潰れたんじゃどうしようもないんで。生き残っていくためにどうするかっていうことね、一緒になってやりませんかっていうことだと思うんですけどね、私は。税理士さんからね、頼まれて、野ガムクラブっていうのをね、50人ばかり経営者の人たちが集まって勉強会をね、私が主催してやるよってことなんですよ。で、それはね、その税理士さんが、もう社長のところにいつでも、大体もうその人、自分が困ったら結局ね、私のところに相談に連れてくるんですよ。こんなことで困ってるんやけどとかね。こんなプロジェクトをやりたいって言うんやけどどうやるかとかってんで、私のところに連れてくるんですよ。で、そういう人たちを結局、まあ、50人ほど、まあ、3年ぐらい勉強会したのかな。で、まあ、頼まれた結局、そういうこともやったりもしてますし、まあ、どっかでね、いろんな人が相談事があるんですよ。だから、介護の事業も結局一番最初、それがスタートなんですよ。最初は結局、不動産屋さんと介護の事業をやってる人と、設計屋さんとね、で、結局この3社が相談に来られて、で、もう自分たちだけでは体力がないと。で、社長一緒になってやらないかっていうことがスタートなんですよ。で、じゃあ一緒になってやりましょうっていうことの中で、ただし、たった一つだけルールが。それは結局ね、共同経営じゃ、いろんな4人の意見が違った時に、経営がうまくいかないと。だから基本的に経営権、をちゃんと私が握るんだったら一緒になってやっていいですよ。だから春金650万でそれ以外の350万をその3人の方が入って。だからもう今は全部私が買い取ってやってる。考え方はやっぱりどうしても目先で儲けようとするんですよ。だからそれじゃだったらね、やっぱり、ダメだっていうことで、どうしてもやっぱり意見が合わないようになりますよね。だから事業っていうのはやっぱりさっき言ったように、
儲けるために何でもありじゃなくて、そこにやっぱり社会的な価値だとか、そこに働いてる人たちだとかね。まあ、今は、うちの介護の現場で頑張ってくれてる人たちに対してもね、できるだけ給料を、例えば、まあ、ベースで3万とか4万ぐらいのベースを上げていきたいっていう。で、それにはやっぱり、今度は会社としてっていうか、社長としてはこんな状態を作っていくんで、まあ、社員の人たちにもね、日本で最高だと、介護の現場の中でね、最高の社員だって言われるように努力をしてくれと。会社は会社で、例えば日本で最高の給料が出せるようにしたいと思ってる。体制を作り直すにこういうことをとかね、財務分析をしてとか、まあ資金繰りで困ってるとかね、それとか、結局、まあ一つはマンション建てたいって言うんでね、相談に来てるんですよね。で、何のためにマンション建てるのっていう話をしたら、今、レストランしよう。で、売り上げダウンで、銀行さんに毎月60万、返さなきゃいかんのが40万しかできない。で、毎月もう20万足りないんでね、もうノイローゼになってきてるんですよ。もうやめたい。で、結構売り上げあるんですよ。私はもう経営計画を作って、体制作りをあれしてですね。で、借金がその当時、4000万あったかな。で、4000万あったやつを、6000万と6500万円だったか。借りて、期間を長くして、毎月の返済を40万にできるような体制を計画を作って、金を引っ張ってきてあって。で、それは今までの売り上げでできるわけです。もう仕組みの心配しなくて良くなったね。今度は売り上げを伸ばしていくのをどうすればいいかっていうことだけにしんちゅう。本人は建築でマンションを建ててくださいという話で来てるわけですよね。通常の建築屋さんだとか世間のありがとうございますの世界ですよね。だから、1円のお金もなってない。そうでしょ。社長なんでそんなことするんやっていうからね。いや、もう、私が結局商売をしたときに、あなた、今度は逆に今、マンションを建てる借金と、今ある借金と、プラスしたらね、あなたが一番困るのよと。でも、じゃあ私はそこで商売をしたらどうなるかって、本人死ぬわけですから、潰れるわけですからね。そこの社長がね、なんでそこまでしてくれるのかっていうからね。だから、あなたが例えば結局今、実際にね、1000万ぐらい儲かるような体制まで出来上がったと。で、これを3000万まで結局頑張ってできるような体制を作るように努力しと。その時に将来のために体制を組むことができるから、その時に私が商売をさせてもらうと。だからもうそこで商売をするんではなしにね。まあ相談に行ったら結局何らかの形でね、できることはできるし、できんことはできんという形でね、それなりに相談に乗ってくれるっていうのはもう、やっぱりさ、まあそれで保証人になったりね、出資をしたりして、なんぼ損したのかな。やっぱり3、4億は損してると思うね。で、まあそれはね、自分の意思で、例えば、出資をして応援しようとか、いうようなケースもありますし、まあ、いろんな形でね、その相談に乗ることでね、一生懸命、例えば、結局、その人の今困っていることを解決することがね、例えば、仮にできたものが過去に、まあ、何本あるかわかりませんけども、まあ、何十であった、それがノウハウなんですよね。いろんな意味で。介護難民って、要するに、入りたくて入れない人、困った人がいる。じゃあ、土地を持ってるって、結局、有効利用したいけどね、実際にじゃあどうしていいかわかんない。あるいは相続対策って結局どうしていいかわかんない。もう過去にそんなことしょっちゅうやってきてるわけですから、私なんかね。いや、そんなノウハウを結局、今度のプロジェクトを生かしていくことができるわけですよね。だからもう、今度のプロジェクトもそうなんですよ。やっぱりみんなが生き残っていくための状況づくりがたまたまできるようになる。そこにあるのはやっぱり、この混迷した時代に、ね、生き残っていくのにどうすればいいかっていう、ことだけだと思うんですよね。